What's up YouTube? どうも、ソーシャルミュージックと、ビビとケイスケです。こんばんは。こんばんは。はい、ということでですね、タイミング悪いだわ。まあまあそんな感じで、ということでなんですけども、うん、まあ今年2015年もですね、もう残りわずかということですよ。それ何やってるんですか、うん、今2015って書いてみて、多分反対になってると思う。いるそれ。いらんだ。ただやりたかっただけ。どうぞ。OK、はい、まあ2015年も残りわずかということでですね、まあちょっと、うん、まあいつも出ていただいているこのお二方、このお二方にですね、まあ集まっていただいて、まあみんなでピザなんかを食べながらですね、何言われちゃう。何してん。仲いいアピールや。もうみんな分かってるやろ。今仲いいキャンペーンや今。いやカメラ回ってない時我々全然喋らないもんな。全然喋らない。嘘つけ。お疲れっす。さって一回もあの後ろを振り向くことなく、こう嘘つけや。俺でも忙しいねんで、はい、忙しいねんで来てん。今日何しろ。はい、何しろですね。まあ2015年も残りわずかということでですね、乾杯するんかな思って。まだやで。趣旨を説明するね。ああこの本日の動画の趣旨を、あ、なんで集まったんかっていうのも、ね、そうそうそう、はい、はい、どうぞ。ですね、まあ残りわずかということなので、まあ今年1年、まあいろいろあったなと、このソーシネットも、皆さんにもいろいろ出ていただいたなということでですね、ちょっと皆さんで、はい、集まっていただいて、こうピザを食べながらですね、まあ忘年会がてらにはなるとは思うんですけども、俺の手作りピザな、ドミノピザな。手作りピザ、ドミノピザ、ドミノピザです。あ、うまい。うん、全然オープニングできへん。グダグダパンじゃねえよ。なんでパンじゃねえ。まあピザなんか食べながら、うん、まあワイワイしながらですね、まあ今年1年、うん、のソーシネットをちょっと振り返っていきたいなと思っております。あ、はい、イエーイ。まあちょっと今年、まあ去年の、うん、まあ、11月からあの YouTube をやりだしたんですけども。あ、そうなんや。え、知らんか、知らん、そのスタートは知らんかった。もうちょっと前からやってるんかなと。あ、もう11月、去年の、からやりだして、まあ今年で、1年過ぎて、2年目に突入したんや。2年目に突入ということなんですけども、うん、まあ今年1年は本当にいろいろあったなと、うん、ということでですね、まあちょっと今ここにですね、まあ、Mac、を用意してまして、今年1年何月にあの、うん、こういうことがあった、うん、こういうことがあったということをですね、うん、まあ、ちょっとみんなで喋、っていきたいなと思っているんですけども、大丈夫ですか。うん、あ、はい、あ、結構いろいろやってんねんな。そう、今年1年は本当に濃い1年だったなと思うので。あ、じゃあ簡単にちょっと触れていくの、もう食べようよ、食べよう、もうまず乾杯しようよ。乾杯しよう。はい、ということで皆さん乾杯。乾杯。乾杯。始めていきましょう。美味しいね。美味しいね。じゃあ始めちゃって。まあでもほんまに今年1年ね、いろいろね、うん、まあ、やってきたわけではございますが、うまっ、うん、うまいね。うん、うん、じゃあちょっと1月から見ていこう。しょっぱな1月っすよね、うん、今年の1月、うん、まあ、YouTube 初めて2ヶ月目だったんですけども、うん、あの今現在所属しているあのウーム、うん、皆さんご存知ですか。知らない、ごめん、まあ、勉強不足がちょっとあんまり分かってないわ。知らないですか、うん、あの、まあ、YouTuber、専属のプロダクションなんですけども、まあ、有名どころですと、まあ、ヒカキンさんとか、うん、セイキンさんとか、瀬戸康史さんとか、っていうところが所属、している事務所ですね。なるほど。の、その中の、まあ、ウームネットワークというところに、まあ、加入させていただきまして、うん、なのでまあ簡単に言うと、ウームに所属してるヒカキンさんとかが、うん、AKB の、うん、センターみたいなこと。そう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 、うん、ああいうね、わかりやすい、ね、うん、でウームネットワークが、うん、なの研究生みたいな、ああっていうのを俺はずっと言ってる。ああ、そうなんだね、うん、あれってさ、例えば入りた、はい、僕入りたいですって入れるもんじゃない。じゃない、ね、去年の12月ぐらいに、うん、その1期生、うん、このウームネットワークの1期生を募集して、うん、で、そこで俺が応募したのよ。じゃあ、お前1期生。1期生。なるほど。ダウンタウンよ。だって NSC 大阪の1期生やから。そう、うん、花の1期生って言われてんの。ハイヒールもやな。そうそうそう。そんなノリやん。そんなノリやな。そんなノリ。うん、ほんで、ウームネットワークに、まあ、所属、加入させていただいたというのが、まず今年の始まりですよ。うん、うん、まあ、まさか入れると思ってなかったんで。
これってさ、言われへんこともあるかもしれんけど、なんかその審査みたいなのあるん？面接みたいな。面接っていうところはないんやけども、多分 UM のスタッフが、まあ、僕のチャンネルをまあ見て、っていうところは多分してると思う。あー、あ、うまいな。スターの話よくない？ごめんごめん。改めてうまいです。はい、まあ、多分そういうことがあってだと思うんですけども、うん、まあ、合格通知が、メールで届いてっていうところがまず今年の始まりっすよね、うんうん、それさ、あるん？ YouTube にその届いたよみたいな、まあ、ウムネットワークに加入しましたっていう動画を上げてる、ちゃんと、うん、上げております。なるほど、この辺にその、はい、なんか出てますね。なんかいつも出るやん、なんか。あー、出しますね。まあ、もしかしたらこの辺に動画を出してるかもしれないですけども、まあ、動画概要欄の方に、まあ、その動画いっせーので、なんの？いや、何も紹介してないし。いや、そのブームの手いっぱいあるからさ、どこに載せるんだ、広告みたいなのな。まあ、動画説明欄の方にリンクは、載せておきますので、皆さんチェックしていただければなと思います。工藤静香さん出す。なんでよ、いる？あ、1月はそんな感じやねんな。そう、まず今年の始まりやね、っていうのが、まあ1月、まあ、大きな、出来事というところで言えばその辺かな。問題は2月ですよ。そうなんです、2月、2月空白。何やっとってん、2月。うん、まいな。空白の2月、空白の2月、2月の空白。まあ、これ多分自分を見つけ探しとったやろな。全然見つからへん。見つかれへんかったんじゃん。あのね、うん、いや、動画はこの時もずっと上げ続けてはいてたのよ。うん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 。でも変わりなくやってた2月。主に何あげとったの？そうそう、その頃はもうほんまにヒカキンさんとかセイケイさんの真似事で、うんうん、コンビニで買ってきたお菓子紹介したりとか、うん、あーね、っていうことばっかやってましたね。確かにやってたな。え、2月はほんまに何もなかったの？ほんまに何もなかった。この頃には別にもチャンネル登録数っていうかチャンネル登録はされてんやろ、何人かが。何人か、一番最初の人って分かる？1人目みたいな。多分探せば分かると思う。ああ、そうなんや。もう、めっちゃ、あれの、なんもないわ。え？いいよ。うん、はい。何も変わりないよ。っていう、ほんまに、うん、まあ、動画は上げ続けてはいたけども、うん、多分この頃って、うん、週に2回、うん、水曜日と土曜日に2回動画を上げてたんですけど、こう、振り返っても特に何もなかった2月やった。へぇ、でも3月行くのも2月空白やし。3月飛ばしていきましょうか。行こう。はい、3月なんですけども、その加入させてもらったウームネットワークの勉強会っていうのがありまして、うん、あ、そんなあんねや、東京で。へぇ、ウームの事務所ってどこにあるか知ってますか？東京。じゃあ東京やる。東京、うん、東京やわ。あ、選ばれた。渋谷、六本木。お、六本木、六本木、六本木ヒルズ、正解。じゃあ5ポイント差し上げます。あ、6ポイントするわ、六本木ヒルズやから。6ポイントでーす。え、集まったら何もらえるの？缶コーヒーが1個。いじらんね。8億ポイント貯まったら缶コーヒーを差し上げたいと思います。また6ポイントなので買うわ、頑張ってください。はい、したそのウームの、ウームでのその勉強会っていうのは、まあ、YouTube、ですね、まあ、どうしていくかっていうところの勉強会みたいなことが、うん、まあ、ウーム主催でありまして、うんうん、でその人生で初めて六本木ヒルズに入ったわけですよ。まあ、まさかこの人生で入るとは思ってなくて。確かに、ずっと、まあ、野球やってたんで、まあ、縁がないところやなと思ってたんですけど、なんかね、あの建物自体のオーラすごいよな、あれな。あっと、行ったことある？一回だけ、某 歌番組あるやん、某タモリさんが出てる。はいはいはい。たまに海外アーティストとかさ、うん、まあ、海外じゃなくてアーティスト外で歌ってる時あるやん、はい、ヘリポートで、うん、あ、うんうん、そこに行ってんやん、うん、焼けよ、あ、なるほどな。すごいよ、六本木ヒルズでかーみたいな。マジで変わる、やっぱりなんか世界変わる、行ったら東京。あんな YouTube だから別にあれやけど、うん、テレビ局って全部港区にあるの。そうなんね。そうそうそう、うん、フジテレビもたらお台場、お台場、そうそうそう、うんうん、まあ、しで六本木ヒルズだからテレ朝、うん、テレ朝もそうやし、全部港区にある、確か。なるほどな。だからその俺テレビ好きやからさ、で、まあ、YouTube も好きやけど、もちろんでかーみたいな。
ほんま、でかーい。俺がもう寒うやん。やったらなんで、季節的な問題だぞ、俺別に。夏やったら春は、春はすず秋はすず一緒やんけ。帰ってこいやん、ちょっとぐらい。すげーってテレビ局やから。そうやな、たまに番組で出る。そう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 、あのビルが見れるもんな。そうそうそう、ディスってるわけじゃないけど、関西との曲の大きさ違いすぎて、へぇーってそうなるか。そう、で、その時冬やったから、サブーってなったな。なってるやん。かぶせんなし、かぶせんなし。ハロウィンった時はスズーってなったよ。なったやろ、あなたつわ。サブーと、なんか全部取られた。全部持っていくな。全部取られた。なるほどね。はい、ということで、まあ六本木ヒルズに人生初めて行かせていただきましたね。あなたから動画、あ、そうそうそう、それも潜入するって、あの動画、上げておりますので、そちらの方もぜひチェックしていただければなと。こっちですね、動画説明欄の方にリンクを貼っておきます。で、その時なんですけど、うん、まあ六本木の近くのホテルに予約して泊まったわけなんですよ。いや、僕ら大阪じゃないですか。うん、まあ正式に言ったら大阪ではないけどな。生まれは違いますよ、生まれは香川県ですよ。もうありますか。育ちもやろ。育ち小3から大阪や。あ、どうなん、小3から大阪やん。もう大阪ですよ。じゃあ大阪にするわ。もう大阪でいい。大阪大好き。大阪やで。こう、まあ街を歩くわけじゃないですか。あ、六本木な。六本木、うん、あのね、マダムの上品さがえぐい。それなの、関西のおばちゃんが、ま、なんか上品じゃないみたいな。上品か、上品さあるか、関西のおばちゃん。知らん。商店街歩いてみ。一部は、一部はあるよ。一部は、一部はあるよ。うちのおかん上品やで。うちのおかん、ぶっ飛んでるで。ビビのママは優しい。こうすれ違うやん、うん、プライドある感じ。そうそう、プライド高そうやん。で、こうお店とかのこのガラス張りの映りやんか、自分の姿が。俺絶対ここおったらあかんか。あ、ほんま。なるほどな。俺言うよね、大阪とそのまあ関東との違いで、例えば俺らさ、1万円のものが、例えばまあ分かりやすく2、3000円で買えたとするやん。そしたら次の日とかに、これさなんぼやと思う、何千円、何千円、これ定価1万円でも3000円とか。安さ自慢な。自慢しちゃうやん、買い物上手自慢な。でもあの関東の方とかはもうあえて定価だけを言う。まあでもこれは絶対っていうわけじゃないけど、イメージ的なところ。そうそうそう、らしいっていうのを聞いたことがある。昔俺東京住んどって言っても3ヶ月ぐらいやけど、仲いい女の子ってで、どこどこ集合って、我々関西人はこうマクドって言う、マクドナルドの子なんだけど、僕はマックやん。通じひんやね。通じひんって、どこどこのマクド、マクド来てっつって、えっみたいな。だからあの駅降りてちょっと行ったところにマクドあるやん、うん、そこだみたいな。えっだからみたいな。なんで怒ってるの。めっちゃ怒られるからやん。そうか。えっ何、マクドって何みたいな。いやマクドやん。ハンバーガーとかの、え、新しくできた、マクドやって。あ、マックのこと、マックって言ってるより分かるやんけみたいなんで、めっちゃ喧嘩だってんけど、電話やん、俺外やん、関西弁やん、めっちゃでかい声やん、めっちゃ見られんねん。関西弁だけでも。そうなん。え、そんなアウェイな。いや、アウェイというか、でも俺夢の国行くけど、夢の国はすごいよ。何が。いや、みんななんかウェルカムしてくれる。それは向こうはそういうのやってるかね。自ら行って、ウェルカムしてるのに、ウェルカムしに行ってる。はい、入っちゃうわ。入っちゃうわ。そう、だってウェルカムして優しいなぁ思ったね。そういうとこやもん。あの、ネズミの、え、ネズミの国、ネズミランド、ネズミランド。別に言ったらあかんの。ディズニーランドでよくない。別に全然いける。ジワードちゃうし。ネズミランド、ネズミランド。そうやったらディズニーランドって言えや、もう。ネズミシー、ネズミマウス。ディズニーシーや。ネズミマウス。いや、ミッキーマウスや。でもネズミマウスじゃあビッキーマウスやね。はい、まいな。オッケー。ちゃんでお前が言ったらいいから。なんかお前が言ったこと俺が広げて、俺が喋ってるみたいな、俺が話長いんだってけど、お前が言ってんねんで。まあね、まあ。もうめんどくさそうな顔さ。めんどくさそうな顔しやがって。まだ三月やのに。まだ三月で結構喋ってるね。もういい、もうその六本木ヒルズの話もうええわ。もういい。次の話してその。はい。YouTube の、まあ、チャンネル登録者数が、まあ、YouTube を始めて、まあ、12、1、2、3と4ヶ月目で、ようやくチャンネル登録者数が、100人に、到着したということで。いやーすごいよね、うん、
4ヶ月かかりましたね、ここに行くまでに。そうやってさ、まあ4ヶ月かかっても、その言ったら、だから普通にその孫子のことを知らない人が、100人興味を持ってくれるってすごいね、その数で言ったらなんか何千何万っていうのがあるけど、それが集まる前、まず第一歩で100。そうで、しかも前はまだ何言ってもそのスニーカーという、今な、もうみんな知ってると思うけど、そういうのメインじゃない頃って、言うたら何に対して登録しようっていう風に思ってくれたのかなって。そうしよう、眉毛ちゃうぞ、いるそれ。それ絶対レビューせんかったやろ。え、見てない。あったの、あったの。逆にあったの。え、知らんの。知らん。うわ、なんでおるのここ今日。あ、じゃあ帰るの。なやそれ。なやそれ。おおおちゃうわ。はい、ということで、で、4月、ですね、新生活が始まる、4月なんですけども、ここで初めてちょっとロケというか、まあお仕事というか、まあインタビューですね、をさせてもらったんですけども、まあ大阪で活動している、まあ、宇宙という、ロックバンドの、アーティストがいるんですけども、その方のですね、まあ、ライブに潜入させてもらって、まあ取材ですね。隠し撮りしてきた、隠し撮りしてきた。隠し撮りじゃない、取材言うたけどな。オフィシャルです。あ、そうなの。しっかりとオフィシャルで言ってます。潜入っていうか隠し撮りされたの。ごめんなさい。もう楽屋に入ってとか、リハとかもね、まあ撮らせてもらって。おタバコ吸いまーす。どうぞー。まあ初めての、まあインタビュー、だったんですけども、すごい緊張したね。あの、人にインタビューするっていうのは初めての経験だったんで。いや、なんかいつもロケもなかったしね。そう、ま、ロケもこの頃はやってなかったんで、もう一人でずっと家でやってるっていうだけだったので。でもな、俺あの動画見て思ってんの、お前めっちゃくねくねするよな、なんか。あのね、それの時ね、大体めっちゃ緊張してる。もう、こうなってまうから。緊張しすぎて、ちょっとほぐそうとしてるけど、もめっちゃくねくねするやん、こいつとは。めっちゃ緊張したもん、初対面やし。あ、そう、初対面なんや。そう、そう、そう、そう。まあ、インタビューさせてもらったんですけども、すごいいい人たちだったんですよ。ばっかり、なんか顔、内容ちゃんと覚えてないけど、その顔を見たときに、あ、優しそうな人だなっていうイメージはあった。むちゃくちゃ腰低かった。あ、そうなんや。あのね、ファンになりました。あ、いいや。うわ、なるほどね。その前も、まあ、iPhone にですね、まあ、曲を入れて、まあ、よく聴いてるんですけども、まあ、ぜひですね、まあ、宇宙さんの、リンクの方も下に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、はい、でまあ潜入インタビュー、をしてなんですけども、そこからかな、その後からなんですけども、まあ動画、の更新の方をですね、まあ週2日、だったんですけども、それを毎日更新するように、しまして、毎日、20時に動画をアップ。すごいね。っていうのを、やりだしたんですよね。やっぱそのヒカキンさんとかセイキンさんとか毎日7時に動画を上げ続けてるんですよ。今もすごいな。ナウで何年も、もうほんまに3年4年と多分ずっと続けてて、忙しい。で多分1本だけじゃないんですよ。ああね、1日にそう1本の時もあれば、ほんまに3本ボンボンってあのメインのチャンネルとゲーム実況とかもやってたりするんで、じゃあ俺もやらんとっていうので毎日上げ出したんですよ。もうとにかくがむしゃらにやってみようと。大変やったよなこれ。仕事してるんで、仕事やるでしょ、帰るでしょ、動画撮るでしょ、編集するでしょ、 YouTube アップロードするでしょ、でまた仕事行くでしょ、っていう繰り返しで、本当にこの時は何でしょう、遊んでなかったなっていう。そうやなって、別にそんな、そう、酒飲む人じゃないからあれやけど、全然そうした、あのこの時期遊んでないな。なあ、イメージないもん、そう、一緒に遊んでたっていう。確かに全くないよね。もうほんまに仕事終わってすぐ帰って、だからこの時ほんまに誰とも飲みに行ってないし、行っても月1ぐらいやもん。月1も行ってない、マジで。っていうぐらいやってましたね。いやでも我々このさ、宗師と知り合って、で、毎日20人動画が上がるって知った時にちょっと楽しみやったよね、毎日。今日は何が上がるんやろうとか。そう、コンビニやから買いやすいよね。
紹介してるレビューしてるものが、うん、ほんまに何が上がんねやろみたいな。俺やったら飲まんわ。これ、あ、そのもの。まあ、そういうのを見てもらうためのあれやからな。まあとんでもないものもあったりしましたからね。これさ、後で出てくるんかな。あの会社のさ、人からお土産でもらったやつ、これレビューしてって言われてる。で、俺内容ちゃんと見てないから分かんないんだけど、なんか、じゃあ食べましょう。まずゴムみたいみたいな。グミ、グミ違う。なんかイカのなんかじゃん。ね、豚の腸かなんか。あ、広島名物、千字肉。すごいな、名前も。あの、先輩が広島に行ったと。うん、で、その当時お土産買ってきたから、これ動画でレビューしてくれっつって、うんうん、広島のお土産っていうから、もみじまんじゅうとか、まあ、甘い感じ、甘い感じを、いや、うちはベタな感じのやつかなみたいな、まあ、そうするじゃないですか。煎じ肉って聞いたことある？ないない、ない。何やろ。俺見た時もなんかもうまだ想像できてない、うん、ほんまになんか消しゴムみたいな感じで。あ、消しゴムか。食べた感じがね、めちゃくちゃ言うなと思って。いや、じゃあ多分ほんまにその通りだったんですよ。その通りだったんですよ。で、後から聞いたら、それなんかうどんとかに入れて、うん、だしに出すんだよ。そりゃそうやな。使うもんやって、かす、直されてかすうどんみたいなこと。そうそうそう、ね、そのまんま食うもんじゃないよみたいな。それをさ、書いてない、説明が書いてないねん。何も書いてないねん。マジでそれつらいな。つらいな。どうついたのか思いました。先輩やけど。それはちょっと、でも先輩の意地悪ちゃう。意地悪やった。マジで笑ってた。ああ、ね、あ、ね、青やりて。そのあれは広島のその煎じ肉作ってる会社には悪いけどな。申し訳ないけども、すいませんでした。ごめんなさい。またちょっとね、広島に行った時があれば、行った時に煎じ肉、煎じ肉です、ね、煎じ肉をちょっと、チェックしたいなと思います。うん、はい、というのがまあ、4月ですね。はい、はい、で次5月。あ、これ、もうこれね、これええやつやわ、これ今からひときわビビ。5月飛ばしましょうか。なんでやねん。はい、かけた一大ゲーム、一体誰がこのレッドセット？シェッカーレタレールには乗らない。 My life keep my best nobody can so 見限りある時間なら暇はない、無駄にはできない。今瞬く間に過ぎてく日々戦うチャンス。